日本埼玉県上尾市ベザイベザイは埼玉県上尾市の町名。現行行政地名はベザイ町名及びベザイ2町名。住居表示実施済み。人口統計などでは大石地区で分類されている。郵便番号は362-0076。埼玉県東部で上尾市中央部の大宮台地上に位置する。域の南側から東側にかけて柏に隣接し、 北側を、春日や浅間台に隣接する。中央部を東西に花水木通りが通り、町域の西境となる小泉や今泉の境を、鴨川が流れ、新米海橋が架けられている。全域が市街各域で主に第一種、低層住居専用地域に指定され、全体的に住宅地が広がっている。米海通り沿いに、米海商営会と記された街灯が設置され、 商店街の名残が見られる。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、ベザイ二丁目72の地点で12万千円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡大谷領に、属するベザイ村であった。古くは、近世諸島頃穴中間村と同様に上村の一部で、後に分村したものと思われる。ベザイ村は、 弁災村とも記されていた。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では296国余り、玄禄合帳及び、天保合帳によると165国余りであった。火星期の個数は10件余りで、村の規模は、東西2町、南北3町余りであった。地名は、昭福寺の陳珠米在天車にちなむ。飛び地が沖神、中両村の間や、沖神、 小泉、柏座、宮下村のうちに漁していた。小福寺の寺漁が、べ在村のうちにあった。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村市によると米45国、大麦75.6国、小麦21.5国、大豆21国、小豆1.2国、干暑2000貫であった。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。高崎線は上尾駅が最寄り駅であるが、別材二2丁目7番地12号からおよそ 1.5km 離れている。地区内に国道や主要地方道、一般県道は通っていない。前述のバス通りに西上尾第一団地方面への路線バスが多数。 運行されている。かつては、陳寿の部在転車のほか来電車や稲荷車などがあったが、地内に神社は存在しない。旧大石村で、村内にある神社の合詞が1907年に行われたためである。合詞先は、小泉の氷川神社で、合詞後は八号神社に改称された。ありがとうございます。